これがご本尊さん。都会の苔が好きとか言いながらこういうとこ行くとやっぱりテンション上がるね。苔の階段ってさ、ここかと思うでしょ。違うんですよ、この上がある。もうちょっとコンディション的にはだいぶちょっと疲れ気味なのかな、夏が終わって。カニ食われたね。めちゃくちゃ可愛いんだけど、カニ食われちゃったね。あれをね、でもね、この階段がまたね、伝わらないんだよね。近くまで、もう少し近くまで行ける。綺麗でしょ。でここにいるのがね、ツブゴケとか、あのこの辺のね、拙者とか。東京でもやっぱ道端とかには居づらい、公園とかにはいたりするんだけど、これなんか海ぶどうみたいな感じなの。見てこれ、うわー、こんな静止画できるんだ。こんな乗れんだ。分かった。あのね、長袖。とりあえず長袖。まだ残暑厳しい。蚊いっぱいいるのね。このふかふかがね、またね、見てこれ、これ分かる？この少しだと水がジュッと出るんでしょ。ほら、もうジューシーなんですよ、これ。こう下にこう大量のいるのね、これ。これなんだ。なんだろう、ゲゼニゴケなのかな。色入ってる。うわー、すごい。ここら辺とかこんな形してるんですよ、葉っぱが。こんな大きいんですよ。普通の植物から見たら全然ちっちゃいんだけど、こういう苔の葉っぱよりから見ても全然大きいですもんね。こういうところでね、こう前に来て持って帰っちゃう人とかもいるんですよ。そういうことはもう絶対ダメね。うん、他もう干渉だけ。見て、これですよ。素晴らしくない？
この苔の階段、これほとんどが小壺苔ってやつで覆われてるみたいなんだけど、これね見て、これ海ぶどうみたいだから、もう葉っぱが違うんですよ、葉っぱの大きさと。こんな形してんの、都会で見るのと全然違うんですよね。これがすごいんですよ。でこれが、またこれがここだけすごいのは、やっぱりここはね通行止めにしてるの、だから人が踏まないっていうね。おー、なんかで聞いたのは、なんかねここに使われたのはなんか鎌倉石とかなんかそういうなんか水はけのいい石みたいに使ってるらしくて、だからこの階段は昔はこの入り口、配管の入り口がずっとまっすぐ来てたんですよ、これね。でここはもうストップしてる。でまたこのお寺のすごいところは、それでも上に行かなきゃいけないから、行きたいからって言って横に階段作ってるの。でその横もちょいちょい苔階段になりつつあるっていうすごい、もともとはこう通ったんだと思う。ある先にこの洞みたいなのもあるんだけど、上の方にも多分祀られててお参り行くんだけど、ここはあまりにも苔むして、それを保存するために道を作ったって。すごいでしょ、このこっからのこの通りの流れが。だからこの苔、この苔は近くでは見れないんだけど、もうムシムシなわけ。これはすごいわ、改めて。待ち受けにしようかな、また。一時期ね、この苔の階段待ち受けにしてる時があったんだけど。行ってみましょうか。結構急だからね、これ。そうそう。でこれね、登るだけで、このね、こっからの横の眺めもまたいいの、これ、うん、触れないけど、やっぱ厚みがあるから多分ふかふかしてると思うよ。本当に許されるなら俺裸足で歩きたい、あそこ。